私って結構ダメ人間で、まあ、シーツ剥がすだけでぎっくり腰になっちゃうようなダメ人間で、だけどもう一人誰かいて、その人と補い合っていけば素敵な人生が送れるんじゃないかなって、そういう歌を一曲歌いたいと思います。答え、答えを問うのはあなたの仕事、答えを見つけるのは私の仕事、あなたが十個問いかけをすれば私も同じ数だけ答えをあげる、そうやって毎日が青空、答えていただきました。